午後の鉄板水曜日は大ディで笑っていただきましょうお昼寄せさあそれじゃあ今週のお題はこちらおばあちゃんの使えない知恵袋教えて、はい、ヘビリスナーさんから参りましょうヘビリスナーちゃんの作品おばあちゃんの使えない知恵袋教えてよ<ー> T シャツをきれいに畳むならユニクロの人みたいに膝蹴りを入れるといいよ<ー>膝蹴りじゃねえけどなあれユニクロ上手に畳たみよるからねうん,うんうん もう一発ヘビリスナーちゃん使えない知恵袋を教えてよーウィキペディアに寄付すると心が軽くなるよ <laughs> <laughs> してしてって言われてますから<ー>まあした方がいいんでしょうねあれはねうんうん「パグをはぐちゃんの作品おばあちゃんの使えない知恵袋教えてよーっかさぶたをあぶるとえい、ー、ひれみたいでおいしいよ!いやー」なんてるの。<laughs> みかんの母ちゃんおばあちゃんの使えないチェ袋教えてよ豆腐作りの秘訣は負けないこと投げ出さないこと逃げ出さないこと信じ抜くこと <laughs> ダメになりそうな時それが一番大豆うまい。それが一番大豆<ま> <laughs> 番大豆だ <laughs> もんねこれ上手ですね一わさび えー、SDGK ちゃん、うん、おばあちゃんの使えないチェブクロ教えてよ<ー>首元が冷えるなと思ったら垂れた乳を首に巻けばいいよ <laughs> 何言ってるどんだけ垂れたん <laughs> えはるぼちゃんおばあちゃんの使えないチェブクロ教えてよー 親戚の子供の身長と須田まさの髪は妙に伸びるのが早いよ <laughs> 確かに <laughs> <laughs> あれ須田まさこんな髪型だっけってぐらいなってるもんね須田くすごいですよね <laughs> 見るたびに違うもん <laughs> 確かに一わさび <laughs> 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 ひげ生やしてロン毛にして丸い眼鏡かけたらビレバンの店長の出来上がりだようだ <laughs> <laughs> でもかっこいいんだよねえー、えー ソ太千代ちゃんおばあちゃんの使えないち袋教えてよコロナ対策としてウイルスバスターを体内にインストールするといいよ <laughs> <laughs> タレメンチちゃんおばあちゃんの使えないち袋教えてよ食事の後の入れ歯はお茶碗に入れてお茶で洗ってその後飲んじゃえば SDGs! <laughs> <laughs> 何が SDGs? 無理やり使わんでえ、ね、SDGs を <laughs> 一わさび <laughs>、えー、ピーチュンのカつおちゃんおばあちゃんの使えないチェーブクロ教えてよ<ー>無線ルーターの前に扇風機を置くんじゃあいっぱい w i f i が飛ぶぞ <laughs> 飛ばない飛ばない飛ばないけどね、えー、ガ,ガガガガンダムちゃん おばあちゃんの使えないチェブ教えて。よやられたらやり返す倍返しだなんて言うけどやられないように生きるのが一番だよ。<laughs> 間違いないおばあちゃん。<laughs> おばあちゃん英語で言っこれは使えるチェブこれは英語で言ったおばあちゃんな <laughs>、うん。ドアラのマーチちゃん。おばあちゃんの使えないチェブ教えて。よー まなかなの見分け方はね「マ、ま、ナちゃん」って声をかけて「はーい」って返事くれたらそれがマナちゃん「違います」って言われたらそれがかなちゃん <laughs> <laughs> ちょっとおもろいですけどね、うん、僕は「違います」違いますって「マ <laughs> ナ <laughs> ちゃん」違います「カナちゃんだ」<laughs> <laughs> なんかおもろいです、ね、これ一番遊びあげましょうかね。<laughs> <laughs> なんかうちはあるね作品ですよね <laughs>、えー「みかんの母ちゃんおばあちゃんの使えない池袋教えて」「よー愛してるの響きだけで強くなれる気がするよ」「りき本願寺ちゃんおばあちゃんの使えない池袋教えて」「よー バンジージャンプが怖かったら一度紐ひもなしで飛ぶとひものありがたさがわかるよ。おばあちゃん。おばあちゃんいいこと言うわうん。えー、ロピオちゃん、えー、おばあちゃんの使えないチェ袋教えて。よおじいさんが「おい飯はまだか?」って聞いてきたら。 何言っとるださっき食べたじゃないかって言えば食べてなくてもああそうじゃったって食事作らなくて済むよ <laughs> <laughs> かわいそうおじいちゃん切ない話じゃないか <laughs>、えー、<laughs> 腹筋を鍛えるならニーヤの CM でおじいさんが使ってる腹筋ローラーが一番いいあれ腹筋ローラーちゃう新ヤの CM は ゴリ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 薬するやつやあれ <laughs> 何言っとんねんほんとに <laughs> え<ー笑>えスイートピーちゃんうんおばあちゃんの使えない知恵袋教えてよわさびでボツったメールは福はうちに送るといいよほらほらほら独立させなさい二つは連結すな連結を。 使い回すな。<laughs> えー、じゃあ数のパパちゃん、えー、おばあちゃんの使えないちび袋教えて。よ。人の丸い金色のものを噛んでも新しいのに変えてくれるからいいよ。<laughs> やめなさい。<laughs> やめなさいも。<laughs> 叩かれるよれ以上ですはい、はい。ありがとうございました。さあ。 それじゃあ山からさん、はい、来週のお昼休みのお題お願いします。日本のスマホ代は高すぎるみたいに吠えてください。あ、作りやすいですね。これね。では山からさんの例題お願いします。日本のスマホ代は高すぎるみたいに吠えてください。よ<ー>フカヒレスープは熱すぎる。わ <laughs> かるよ。わかるよ。じゃあ僕の例題。 日本のスマホ代は高すぎるみたいに吠えてくださいよ<ー>一茂のコメントは長すぎる <laughs> じゃあ谷井圭さんの例題日本のスマホ代は高すぎるみたいに吠えてくださいよ 高校3年生がはしゃぐ1年生を見て「やっぱ1年は若いよな」っていうセリフは「君たちには早すぎる」。いいいでですすねねこれちょっと長いのも、OK、ですから、ねうんはい、来週のお題「日本のスマホ代は高すぎる」みたいに吠えてください。お昼寄せで待ってます。